今回は、公式定数をの最適化の方法を、説明していきます。公式定数最適化の方法で、参考になる入力ファイルとしてはこの E の中にある、鉄アンダーバー LATT ラッティスだと思いますけど、これを用います。これを開いてみます。そうすると、見ていただけると分かるんですけども、まず、1つ目の入力ファイルと、そして次にもう1つ同じ入力ファイルが書かれています。さらにまた下に同じ入力ファイルが書かれています。で、このように、最初このいつも使う入力ファイルのすぐ下にいくつも、コピー&ペーストしていくと、赤い KKR のコードは、順番に、計算を走らせてくれます。さらに、ここで重要なことは、ボアの単位が変わってを変えていることです。公式定数のボアの単位を変えていることです。例えば一番上の部分は 5.2 ですけれども、次のものは 5.25 で 5.3 となっています。で 5.35、5.4 となっています。じゃあ例としてもう一つ余分に加えてみましょう。ここの部分をコピー、コントロール C でコピーして、でコントロール V ですぐ次にセーブペーストします。でそれで、ここ 5.45 としてみましょう。それでセーブ、このようにして、計算する量を増やしたり減らしたりすることができます。次にターミナルを開いて計算を走らせてみましょう。ターミナルを開いて、まずここはフォームにつながると、リンクしていますから、チェンジディレクトリーのである CD を入力してスペース、そして、CPA を入れてエンター、そして、プログラムコードを走らせるためにスペック X と入れます。そしてインのスラッシュの鉄のアンダーバーラッティス、これでいいです。でこれでエンターを押します。そうすると、順番に計算がなされているのが分かります。そして、計算が終わった後のは結果どこにどうすればいいのかということですが、それはデータを見ます。データのディレクトリを開いて、鉄アンダーバラットの .info というついたデータがあります。こちらを開いてみます。こちらを開きますと、こちらに押します。こちらに開きますと、先ほど計算したファイルの高使用数と、全エネルギー、そして、スピンモーメントの結果が、表示されます。でこれらのデータを使って、横軸に、高使用数またはボリューム、そして縦軸に、横軸にはこちらを、で縦軸にこちらを描いて、マーナハンの状態方程式で、最小事情フィットを行えば、高使用数の最適化と、その時に最適化した全エネルギーを求めることができます。でこのようにして求めた、エネルギーを使って係数エネルギーを計算していくことができます。このような計算ができないをするのは難しい場合には、高使用数は実験値で得られたものを使っても問題はありません。実験値を使ってもいいと思います。以上、今回は、以上で終わりにします。